挟みつつも、だからその主要のさ、うん、だから最近でいうとこうだと「進撃の巨人」とかさ、うん、あまあもう「ハンターハンター」しかりもちろんそうだけど、ハンターハンターはさ無駄だったんだよね。いや、あのね、それは最初がやっぱり一番面白かったね。もうね、そのね、ハンターハンターが下ってるっていうのはもうあそこで終わればよかったね。ありへんが入るまで。でもドラゴンボールもそうじゃん。まあまあ戦線で終わらせてもいいのに、結局だってさ、グリートアイランドクリアしてさ、そこでジンにあって終わりでよかったねえ。いいのに、ありへん終わったんだよね。そうよ、なんか赤パニーがなんかカード取ってさ、いや、終わしたくねえんだよ。わかんない、わかるわかる、うん、だってさ、もう世代一緒じゃん、あの、小田先生とさ、あの、富樫もさ、まあ、ナルトの作者もそうだけど、そうそうそう、なんだって結局さ、自分が書きたくない、まあ、じゃあ小田さんが言うんだったらって、自分のさ、あの、なんつうの、今、ボルトでしょ、ボルト、ボルト、ボルトだし、なんか僕やってんじゃん。あー、新しいのやってるよ。うん、やってるわ、見てないよ、もう俺全然。なんだっけ、なんだっけ、どういう系、週刊少年ジャンプ、ジャンプなんか、まあ、忍者っぽいんだけど、なんかロボットみたいなやつ、よくわかんないやつ。あの、ナルトの、あの、なんだっけ、ワンピースでいうところのさ、SBS ってあるじゃん。あの、要は、話が終わったところのちょっと、その、あそこでちょっと小話入れてるみたいな。あれで、ナルトがまだ全然初巻、1巻から3巻ぐらいまでの間ぐらいに行ったな。あの、昔書いてて、途中のやつがあって、あの、いつかこれも書き下ろしたいと思いますみたいなやつがあって、マリオっていうのがあったんだけど、あの、ギャング、アメリカのギャングみたいな話だった。で、その絵だけ見るとめっちゃ面白そうなんだよ。え、それいつ書いてくれんだろう、ずっと待ってんの。え、全然書いてくれない、修行でやっちゃったでしょ、うん、忍者系のやつで、ボルトだったり、そっちもやってるもん ね、 ね、そう、だから、ああいう人たちってもうアイディアの、宝箱みたいなもんだから、もういくらでもあるんだよね、多分ね、実際俺ね、あの、進撃の巨人書いてる人ってすごいと思うよ。だってあれもうさ、もうほぼほぼ陰謀論じゃん、あれもう普通にやりすぎ都市伝説見すぎちゃうと思うよ。マジで、だってやってっこと普通にエヴァンゲリオンの、人類だってそうじゃん、人類保管計画みたいな、普通に人類安楽死計画みたいなさ、エヴァンゲリオンの関連、もうエヴァンゲリオンで育っちゃったね。これ気になるのがさ、青生地いるじゃん、急にちょっと ワンピースの話になっちゃって、うんうん、青生地は結局どうなったのかね。なんでなんないよ、ね、そう、黒ひげにつくのかな、つかない、つかない。でもさっきガープにさ、いや俺さ、みたいなことこう、心で大事、そう、それで布石で、うん、もう、なんてないでしょ、そっからこと黒ひげ説は絶対。でもね、さ、そのさ、ヘイ、やばいね、今ガープ出てきたじゃん。ガープもさ、あの、ロジャーとさ、手を取っててさ、ロック使いてくれたのね、やったわけでしょ。あれはやばい、やばいよね、あの真実なのビッグだもん。だから、あの、マジで言っちゃうと、その頂上決戦の時ぐらいじゃん、ガープがさ、初めて拳出したみたいな、うん、そうそうそう、で、多くを語らなくなったのがそっからですか。そうだよね、いろいろ言わないとかもね、戦国が退いたら辺からね、語らなくなってきた感はあったと思う、わがまま言う相手がいなくなったから。で、ガープが、あの、なんだっけ、すげえ、あの、どこだっけ、あれ、どこだっけな、あの、砲丸めっちゃ投げまくってさ、ルフィたちを追っかけるとか、あれ、どこだっけ、あれだって、ウォーターセブン、ウォーターセブンか、あ、ウォーターセブンだ、そうだ、ウォーターセブンの時に、まあ、ちょっと、あの、ガープの強さの片鱗が見えたみたいな時でさ、初めて、で、あの後、その頂上決戦があって、もう初めて、ね、いや、ガープ出るか、超強いとこ見れるかと思ったら、まあ、やっぱり自分の孫でさ、力を及ばすだったじゃん。で、そこへ来てのあのロック使い続けたの、あの昔話、いや、もうめちゃくちゃ強いよね。いや、超、だって能力者じゃないんだよ、うん、超強いね、超強いでしょ。あのね、武装色の本当に、なんていうの、神、武装色の神的な位置に、でも何かありそうだよね、武装色もさ、なんかどんどん出てきそうだよね、武装色の覚醒的な、うん、悪魔の実の覚醒的な、ね、なんかありそうだよね、それね、それはあれかもしれない、うん、間違いない、ね、
見聞色の極めたすげえ上みたいなのがあるかもしれないってことでしょ、うん、極みとかさお前それっぽいのだし何とかすんねん納得しちゃうじゃないかゾウとかね和の国編でさキラーがさスマイル食っちゃったのがマジショック。キラー、あーキラーキット、キットのサイドメランの右腕食べたって、カマゾー、カマキリカマゾーだかなんだかが結局キラーだったじゃん。ゾロと結構いい感じの接戦してた、でもうスマイル食っちゃっても笑うしかない、うん、あー笑うだけの人間になっちゃって、 あれがマジショックだった。でこんなやつなキットがさすごく、うん、あーで、仮面ちょっとかぶってたやつ64あれはね、ほんとショックだったね。結局キットってさ、なんつうのファンからすればさ、将来一番ルビーのライバルになりそうかなっていう感じのさ、相手のナンバー2じゃん、うん、一応ゾロレベルで置いときたいじゃん、うん、そんなやつがさ、やっぱりさ、ああいうそうだよね。まあキットが負けたのはしゃあないけどさ、運が全員にはめられたじゃん、あれはさ同盟組んだやつ、あれさもうあれで終わりかな、キット。いや、あとはあると思うんですよ。ただちょいやけだと思ったです。まさ、俺も同じのください。ワンピース今めちゃくちゃ面白いよね。ワンピースだよ、どうなんだろう。だから一応ね、そのおでんの回想シーンじゃないけどさ、過去編も担当で読むようにしてる。まあ若干流し見にはなっちゃってるけど、あれも結局最後泣けんだろうね、さっきも言ったけど。いやそうだよ ね、 いやそうだよね。絶対泣けんだよね。俺メリー以外は泣けると思う。メリーが何、あの太田線のメリーです。過去ランキングつけたら感動するし、ダントツショッパーなんで。あーショッパーのことね。やりやすいからじゃない。でも俺あのね、ほらカップヌードルの CM にもなってるけど、俺あのナミ、ナミの高校生編の、そうナミのね、あれのシーンも俺結構好き。麦わら帽子を入れることかっこいい。俺に任せるだけ。で、ここの会計は？いや、誰も言えない。理由、何だよ。誰も言えない。会計なかったら言ったけど。ちゃんと割り勘。水くせえからさ、ちゃんと割り勘しようよ。寂しくなくて済む、君が僕を包む、 Oh yes、 oh, yeah. だってそうだろう、それはどこにもないもの。君は世界に、世界に一人だけ、僕は世界に、世界に一人だけ、それぞれ一つのライフ、それぞれがランドスタイル、それぞれ一つのライフ、一つの愛を、Yeah, yeah.